ドン・アラン・ペネ・ベイカーは、アメリカのドキュメンタリー映画監督、アカデミー名誉賞受賞者、ダイレクトシネマ、シネマ・ベリテの先駆者の一人でもある。テーマとしては、パフォーミングアートや政治を中心に取り上げている。1925年7月15日、イリノイ・州エヴァンストンに生まれる。1960年代初期に、ペネ・ベイカーは、リチャード・リー・コックとロバート・ドリューと共に、 ドリューアソシエーツを設立した。しかし1963年、リーコックとペネベーカーは自分たちのプロダクション設立のためドリューアソシエーツを去る。後にペネベーカーは妻のクリス・ヘジダスと仕事を共にするようになる。妻と設立した会社、ペネベーカー・ヘジダス・フィルムズは影響力のあるドキュメンタリーを多く制作している。時に ペネベーカードキュメンタリーズと呼ばれる彼の作品はハンディカメラで撮影され出来事のシンプルな描写に徹している原則的にインタビューとボイスオーバーナレーションを避けて制作された1960年代初期ペネベーカーはフランスパリに滞在中シャイオグルのシネマテイクフランセーズでヌーベルバーグの映画作家ジャンリュック・ゴダールと出会い映画を 共同制作する話が持ち上がった。コダールは即座に準備することが可能で、リーコックとペネ・ベイカーもすぐ撮影に取りかかるつもりであったが、結局頓挫してしまった。数年後、コダールのオファーで再び話が持ち上がる。今回はアメリカの公共テレビ局 PBS も出資に合意した。ベトナム反戦運動や5月革命がパリで起きたように、 カリフォルニア州でも起きるというゴダールの主張でアメリカのバークレイやニューヨークで撮影が行われた。この映画は当初ゴダールにより 1am というタイトルが付けられた。日本ではこのタイトルを訳したワンアメリカンムービーという名で知られている。ただし日本以外ではその後に解題した 1pm 内いは午後1時というタイトルで知られている。da ペナベイカー、マスター・オブ・チネマベリテ、DS アット94、ハリウッド・リポーター、https、www. ハリウッド・リポーター .com、ニュース、ダ・ペナベイカー・デッド・ドキュメンタリー・レジェンド・ワーズ・マイナス94から81万73922019年8月4日、閲覧。ペネベイカーの公式サイトの PHF 午後1時の記述を参考にした。 ありがとうございます。